かわいそうかな。大丈夫か、ね、途中であげないとね、もうなんか、うん、いやいやになって、ね、これ単体であげるとご飯中ごまかしてあげる方が気が楽なんです。えらいえらい、よいしょ、はい、食べた。結構食べるね。うん、もうちょっと食べた。でも普通のご飯もあげてるんでしょ、うん、カリ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 が食べんくなるんじゃない、こればっか食べてると。で食欲も落ちちゃって、だからあれにしてんのか。で少しでも胃に入れば食べやすいのがいいのかなと思って、これを少しずつ。でも食欲戻って今こんなね、結構いい感じに思ってきてる。もうちょっとカリカリ食べてくれればな。食べるかな、もう少しあげようかな、うん、体重が減っちゃうかな。はい、6月中旬、下旬。下旬ぐらいかな。結構こっから大きいと思う。とりあえずお腹の調子が早々に治れば体重どんどん増えていくと。体重増えていけば治るんじゃないか。食べるな。一昨日全然食べなくなっちゃった。お腹ゴロゴロ。だいぶ良くなってきた。これだけでも食べてくれるな。どっちだよ自分の。男の子だね。
ついでに取れんの、このスプーン平らなのがあればいいね。うん、もういいよ。なんか倒れそうやな、これ食べる